新東人テレビは2001年に衛星放送を開始してから衛星アンテナやケーブルテレビ、インターネット、モバイル端末などで視聴できるようになりました。アジア地区ではおよそ1億人が新東人テレビを視聴することができます。この頃、台湾新竹市政府は国際社会における新東人テレビの優勢に着目し、新竹市の人文史跡、風土人情を日本にもっと紹介すべく、日本新東人の責任者を新竹市に招きました。新竹駅、東門城、五条が新竹公園湖畔料亭、市政府庁舎、それぞれが特徴を持つこれらの歴史建造物は日本統治時代からずっと保存されています。まもなく公開される万博台湾館とともに新東人テレビで紹介されます。今天非常高興我们的社长到新竹来了解一下我们新竹市在日本时代的时候是怎么发展的情形。现在跟日本时代是完全截然不同，因为我们从一个村姑变成一个科学的巨人，然后所以这个城市非常的可爱，欢迎大家到新竹市来玩。新竹的它不单是风貌很漂亮，它还有它的人文、它的科学园区，也是日本的工商企业非常喜欢来的，包括它的投资环境。我想以后对日本跟台湾两方面，我们日本电视台应该可以做一个更好的一个桥梁的工作。300年の歴史を持つ新竹市は近年、ハイテク産業の発展基地に成長し、台湾のシリコンバレーとも呼ばれています。新竹市政府は、新東人テレビの国際的な優勢及びハイクオリティな番組を通じ、新竹市の伝統的な一面と革新的な一面を日本の視聴者に紹介したいと期待を寄せています。针对台湾的发展，给我们更多的指导。我想透过双方之间的一个合作，可以把这个城市发光发亮，也可以让电台有更多展现的空间。新東人テレビがお伝えしました。这是新传媒新闻记者美国法律的第一报道。听到吗？那么法拉盛是为什么奥运火炬的第一张第三十五公布的？有人说他是专制统治的，政府与危险之间，法律大于家法。